こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は群馬県渋川市吾妻線小野上駅にやってきました。渋川を起点として 55.1 キロ、全線単線電化、大前までを結ぶ吾妻線、起点から 11.9 キロ地点に位置するのはこちら小野上駅となります。山あいの駅となっています。右には吾妻川、田んぼが周辺広がりましてのどかな風景、これでも大都市近郊区間の駅となっています。長野原草津口方面に向かうのに何度か通過はしたことがありますが、下車をするのは初めてです。右を見ますと採石が山積みとなっています。以前水郡線西金駅に訪れましたが、同じような駅となっています。とても規模は大きそうな感じがします。奥を見ますと断崖絶壁、岩がむき出しとなっています。安山岩です。線路に敷く石、砂利もしくはバラストなどと呼ばれていますが、小野上駅周辺で掘り出されています。それがこちらの山となっています。かつては国鉄型貨車ほっぱ車補機800型にこの周辺で積載をしまして、 JR 東日本高崎支社の工事用臨時列車として各現場に配られていました。しかしここ最近は一切行われていませんでした。2022年までは右側単式ホームと現在いる島式ホーム、さらには貨車を入れ替える入れ替え線、そしてバラストを積載する積載線と設けられていましたが、撤去されてしまいました。ちょっと順番が前後してしまいましたが、バラストを積載輸送するためのほっぱ車補機800型、当時は高崎車両センター高崎支所の方に所属していましたが、2021年10月19日同車両センターに所属する EF64 型1053号機の経営により7両が長野総合車両センターへ廃車回数を配給、バラストを積載するための貨車が消滅してしまいました。そして線路も撤去されていたということで、もうこの小野上駅周辺からバラスト輸送行われないのかなと思っていました。しかし2022年の夏頃から工事が始まりまして、現在見えている線路が新設されました。補機800型を使用していた頃は同車両センターに所属するディーゼル機関車が牽引をしてきまして、この周辺で入れ替えをしていました。しかし線路の方は単線でこの先車止めとなっています。反対を見ますとやってきました後継車両 GVE197 系、真ん中の4両はバラストを積載するための GVE196 系、左側に入ってきました。そして停車をしました。こちらにやってきたということは、この後バラストの方を積載するんではないかなと思います。様子の方を見ていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。2021年に新潟トランシスを出場したのは GVE197 系、真ん中に発破車GVE196 系、4両をつないでいます。最後尾にも同じ動力を持つ GVE197 系、6両編成が基本となります。ほっぱ車補機800型の後継車両ということで、積載するこちらの車両はなんだか似てるような感じがします。各地の方で試運転が行われていましたが、今回初めて積載をしまして、工事用臨時列車通称小野上降臨として運用されるようです。
ちょっと中の方を覗いてみたいと思います。中身はおそらくではなく空となっています。まあ、2021年頃もここでバラストを積載しまして、いろんな試運転が行われたようです。最終的に郡山の方に向かったようですが、どこで降ろされたのかよくわからない状況となっています。投入予定両数は6両編成が6本、36両と前後の牽引機が2両、38両、当初の予定では44両と聞いていましたが変わったのかもしれません。そしてこちらは2編成目 TS-02 と確認することができます。3編成目 TS-03 からは100番台となっているようです。次々に数を増やしていきましたので、現在群馬車両センターの方には何編成増備されたのかよくわからない状況となってしまいました。0番台と100番台の違い、おそらく見てもわからないかと思いますが、保守基地へ入線するための保守車用モード、運転席図上の表示灯がついているかついていないかということらしいのですが、よくわかりません。まあ、この2本の表示灯ではないかなと思いますが、現在エンジンが停止しました。点灯していませんのでよくわかりません。100番台はこれが取り付けられていないようです。動きがありませんのでいろいろ調べてみたところ、1編成目と2編成目が0番台、3編成目から現在6編成目まで100番台が群馬車両センターの方に配置されているようです。こちらの車両を運転されてきた乗務員の方はどちらかに行かれてしまいましたが、左奥の現場の方では何やら作業が行われてそうな感じがします。バケットタイプの重機はありません。右のもので積み込み作業を行うんでしょうか。手で積み込むことはまずないかと思います。まずは関係者の方が車両の点検を始めました。積み込むのはまだ先かと思います。そして先ほど入線してきてしまいましたので中途半端となってしまいましたが、機関車と貨車ということであれば入れ替え作業が必要となります。しかし GVE197系は動力を持った車両で、ホッパ車をサンドイッチの状態としています。プッシュプルのような形となっています。この先が車止めでも積載したら進行方向をすぐに変えて戻ることができます。水郡線西金駅もこのような線路配置と変わったようです。最近行っていないのでよくわかりませんが、採石の山を見ていますと、なんだか粒が細かいような感じがします。これを線路に巻くんでしょうか、もしくは他のものなんでしょうか、ちょっとよくわかりません。右を見ますと、上り出発信号機の横に積み込みと書かれた信号機があります。この周辺も新しく新設したものなのかもしれません。今回初めての運用ということから、関係者の方々、大変長い打ち合わせ作業を行っていました。そして遠くからローダーがやってきます。バケットを大きく上下に揺さぶっていました。おそらく JR の方かと思いますが、現場責任者の方から各関係者に注意事項などの説明が行われていました。バラストをこぼした時の対処などです。最初にバラストの山をいろいろ見てきましたが、一番右からバケットですくっています。
まずは1杯目が終わりまして、続いて2杯目となります。ホームの横で作業が行われていますので、大変間近で見ることができます。続いて3杯目となります。近くで見ますと砂煙が上がります。竹の棒を持った方が両サイドにいらっしゃいます。仮にうまく入らなかった場合、車両の縁に乗ってしまった場合、バラストを落とすために持っているようです。大体1両の半分程度まで積載されています。現在バランスの打ち合わせが行われているようです。一時的に作業がストップしています。211系3000番台が停車中。長野原草津口方面に向かう列車、単線区間となりますので、反対方面から別の列車がやってくるようです。まあ、ホームのベンチに座って作業を見ていってもいいのですが、かなり近いのでちょっと気まずいような感じがします。だいぶ距離をとっています。そして砂ぼこりが舞い上がりますので、吸いたくありません。遠くから見た方が良さそうです。続いて大盛り投入されます。以前水郡線西金駅で見た際はあっという間に終わってしまいましたが、今回は初めてということで確認をしながら作業が進んできます。だいぶ時間が経っています。そして周辺にカメラを持った方がいらっしゃいました。すべて4両積載が終わってもすぐには出発しないということです。吾妻線といえばとても運行本数の方が少なくなります。もうそろそろ移動しなければならない時間です。今回 GVE197系になって初めて輸送される先は高崎車間内。事業用車両にも新たな時代がやってきました。この先水郡線西金駅の方でも動きがあれば見ていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。4両のうち1両がもう間もなく終了します。そして雨が降ってきました。ぼちぼち移動する準備をしたいと思いますので、本日はこの辺で終了。最後までご視聴ありがとうございました。最後にもう一発、
それではまた。